の時間がやってまいりました。今日のメニューはですね、焼き小籠包になります。小籠包といえばそう台湾なんですが、僕も台湾旅行行った時に食べた林大本の小籠包を忘れられなくて、それが再現できればと思いまして作ってみようと思います。それでは参りましょう。ご飯キッチンレッツゴー。それでは作っていきます。まずね、鍋の方に水 250cc、 鶏ガラスープ、これが小さじ2、これを加熱します。鶏ガラスープが溶けましたら一旦火を止めて、はい、ゼラチンね、これがね1袋入れます。よく混ぜます。はい、これをね一旦冷蔵庫で冷やしておきます。はい、それではタネ作っていきますね。豚ひき肉 300g、 マキシマムスパイス少々、醤油小さじ2、オイスターソース小さじ1、すりおろし生姜小さじ2、ごま油小さじ2、蜂蜜小さじ1ぐらい、はい、これがね、粘り気が出るまでこねます。はい、これをね一旦冷蔵庫で冷やしておきます。はい、それではねゼラチンが固まったので、この種と混ぜていきます。それでは餃子の皮に包んでいきます。はい、できました。約ね50個あります。これをね今からフライパンで焼いていきます。完成しました。どうですかこれ、この感じ、ちょっと台湾の下町チックな感じに仕上がったけど、どうでしょうか。はい、それではいただきますと、その前に、今日のビールいきますね。今日のビールは台湾のビールなかったんで、ベトナムのビール555、あ、じゃあバーバーバー333って書いてバーバーバーです。はい、それではねいただいてみましょう。下にもね書いてあるんですよ。333見える。いただきます。あ、うまい。はい、それではね冷める前にいただきましょう。いただきます。あ、美味しいけどね、あの。スープが熱いんで食べるとき気をつけてください。けどまあ熱い方が美味しいんでね、ガンガンいっちゃいましょう。本日は焼き小籠包のご紹介でした。簡単な材料でまるで台湾で食べる小籠包の味を再現できるので、皆様一度お試しください。は
はい、この料理美味しそうだったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の料理か Vlog、またキャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーサンゴームビーゴーでした。